おはようございます。100円でございます。ということでね、お菓子レビューちょっと遅れちゃったんですけど、今日はオートミールっていうのをちょっとレビューしてみたいと思います。まあ、オートミール、アメリカのね、定番の朝ごはんの一つなんですけど、まあ、こういうやつなんですよね。まあ、それの、パック、まあ、早く食べれるやつですね。電子レンジでできるやつ。メープルピーカンレーズンフレーバードオートミールってやつ。まあ、あんま体にいいんですけどね、美味しくないってやつですね。なんかね、お粥なんですけど、ご飯じゃないんですよ。甘いお粥みたいな感じ。ニュートリションファクト。これ1個で1人分。そうですね。カロリー270。ファット11%。まあ、そんな悪くないですね。砂糖 18g。俺、アメリカに初めて来た時にこれを食べさせられて、こんなクソまじいの食ってんだと思ったんですよ。びっくりしました。開けてみよう。開かない。開かないな。開いた。パックです。こうっすね。これ何入ってんの？中レーズンとクランベリーとオート。匂いはいいけどね。この線までなんか水入れるらしい。ちょっと入れます。で、電子レンジにポーイです。 いつもの電子レンジにポーイですよ。これで何秒使いだったかな。ちょっと待って。10秒から20。ん？ 45 秒。あ、45秒だ。さあ、ちょっと動いてますね。汚いな、電子レンジ。てか、iPhone の携帯って超綺麗ですね。ちょっと終わるまで待ちます。終わったみたいでーす。さあ、どうなったのか。ゲロだな。 もう20秒入れてんじゃん。ゲロよ、ゲロ。それがね、でもね、一番最初に思った感想なんですよ。ゲロじゃねえこれって。だけど食べてもゲロなんですね。 いやー、ゲロいんですよ。どういう飯だよと思う。ああ、ぽくなりましたね。ゲロいですね。さあ、スプーンでちょっとこねます。で、1分置いとけって書いてあったから。ゲローイ。さあ、2回行きましょう。2回で食べましょう。ということで、続きはハイデフィニッションでお楽しみください。はい、皆さん、こんばんは。部屋に行きました。このね、ゲロ、ゲロまずいやつ食べてみます。まあね、これアメリカの朝ごはんってシリアルだけだと思ってたんですけど、全然違うんですよ。こういうね、ものもあるんですよね。匂いはね、まあ、甘ったるい感じなんですよね。まあ、自分はもうね、アメリカの食べ物に慣れてしまってるから、もう、まずいと思わないんですよ。これ食べれるんですよ、普通にね。だけど、初めてアメリカに来て、
これ食べたらびっくりすると思う。これ誰かあの友達の実況者に送ってこれ動画にしてほしいわ。食ってえっ、ー、ってあのねまず、まあ、見かけがもううまそうじゃないんですけど海苔食べてる感じになるんですよ、これ食べてると。海苔じゃんって。だけど俺うまいな。俺もう舌バカだな。これは、150円ぐらい。そうだな。日本人の感覚でいくと、もう、甘い雑炊っていうか、そうだね、甘い雑炊みたいな感じで、多分評価2とかかな。だけど、アメリカサイドの自分から言わせてもらうと、まあ、7ぐらいですか。俺もう朝なんで今、朝ごはんのつもりでこれ食います。うん、美味しい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。オートミール。そうですね。評価7です。英語では。日本だと2つだっけ俺分かんなくなってきちゃった。低いです。ということで、ぜひ、まあ一回食べてみてアメリカ来たら、体験した方がいいよ、一回。オートミールがどんなもんなんか。そしたら分かります。うん。アメリカの歴史を語る上で必要ですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。Peace out.